ドリームを10ヶ月閉じ込めた、脱出不可能な牢獄。パンドラスボルト。パンドラスボルトとは、マイクラの仕様や複雑なレッドストーンなどを多く使った、囚人を絶対に出さないことに特化した建造物です。なぜそのようなものが作られたかというと、ドリーム SNP というサーバーで戦争や悪いことをした人を反省させるためにドリームがサムに作るよう頼みました。当時、ドリームはとても喜んでいましたが、戦争に負けてドリームはパンドラスボルトに収監されてしまいました。悪者を捕まえるために作ったのに自分が捕まってしまうなんて笑い事ではないですよね。ちなみにドリームはその危険性から韓国の奥にある要注意人物房に入れられてしまいました。さすがのドリームもこの韓国を一人で脱獄することは無理だったようです。そう、一人では。なんと、とある人がパンドラスボルトの弱点を見抜きドリームを助けたのだ。そう、マイクラ PVP 世界チャンピオンのテクノブレイドさんだ。テクノブレイドさんはたった一人でパンドラスボルトに囚われているドリームを救ったのだ。